ああ、ベストスーパージュニア抽選。今の疲労が俺でも止められなかった。乾杯だ、乾杯っすね。このスーパージュニア、いろんな選手が、なんか、僕を自由にさせてくれた、なんかそんな気がします。もう、高橋宏夢戦含め全ての公式戦が宝物。もっとプロレス勉強したいし、スーパージュニア、新日本プロレス、堪能したい、そして研究したい。まだまだ俺の墓場はここじゃない。やっぱりあいつか。俺もあいつじゃねえかなってずっと思ってたんだよ。まああいつはすげえよ、やっぱり。会社もファンもマスコミも、あいつを支持してるよな。でもな、そういう時この俺石森太一はものすごい力を発揮するんだよ。だから明日の決勝ほんと楽しみにしとけよ。最後にな、決勝に勝って笑うのはこの俺、ボーンソルジャー太一石森、イッツリボーン。楽しいな、楽しいな、スーパージュニア楽しいよな。あ、串田さん、串田さん、あんたと俺は何もかも違うよ、何もかもが違う。でもお互いやることは一つだろな。あ、違う道からでもいいよ、違う道からでもいいから、お互い自分の信じた道を進もうぜ。あんたとやるのはワクワクするよ、毎回楽しみにしてる。これが事実だ。そして明日の石森、触れたことのない対戦相手とやるのは非常にワクワクするよな。どんな顔を見せてくれるんだ、俺にどんな素敵な顔、素敵な悲鳴見せてくれるんだな。二人で二人の世界楽しもうぜ。そして重心サンダーライガー、あなたのいない最初のベストオブザスーパージュニア、制すのはこの俺だ。